困難救助隊の初代隊長の黒田武です。困難救助隊は孤独死まで追い込まれてしまう、結婚しても結婚してくれない女の教育をしてしまったために、日本はもうダメです、もう減り続けます。そんなふざけた日本に生まれてしまって本当に損しました。2020年の7月17日の日曜日、9時半回ったところなんですけど、岸田会見、何なんですかあれ、原発なんか必要ねえのに4基も増幅するってバカかいな、水力とか風力とか研究されてんの新聞も読まないのかお前は、侮辱罪で逮捕してみろこの岸田文雄バカ野郎。あのね、あと何なんですか、あの京都の祭り、あんなこんな何十万人も一緒にこうね、あの密になっちゃってね、日本人ってバカですか、バカなんですよ。でいろんなとこで祭りやってね、祭りとか葬式とか大嫌いなんですよこれ、国葬なんて言ってるんですけど。だから今にね、みんなコロナが今度7波がね、あの充満して、岸田政権のね無為無策でね、みんな死にますよこれ、あの日本人で。俺がね暗殺されるとしたら、暗殺ですから、自殺はしませんから、ふざけんなよなって、バカ、侮辱罪も何もないだろ、バカバカだろ本当に、バカバカバカって。で俺もバカだって思えばお前もバカなんだから、バカなんだろ、バカ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 。国葬よりね、安倍家でね、あの岸家で共同で家族葬、今は庶民は家族葬の方がセンスがいいんですよ。坊さんだけで本当に儲かんのな、心の中でああとか思ってるよいい人、本当に葬式で、葬式なんかね、公務員なんかね300人も来ちゃって、こう1000円ずつ300人がこうやってね、何千万になっちゃうんだよ、ボケ野郎が、この野郎が本当に野郎。昨日はですね、テレビはね、高島礼子のね、なんだっけな、十何年前のね、なんだ、エリチエミング歌った今怒りで三脚ぶっ壊れちゃったんですよ、どうしてくれるんですかこれ、誰が弁償するんですか、俺か。でエレチエミがね、日本で日本語にして歌った、日本語版はエレチエミのテネシーワルツ、あれテレビ東京の横溝正史かなんかのテレビ東京賞っていうやつで、残念ながら本当に1968年生まれの原作者なんだそうですけど、亡くなっちゃってますね、私と同世代で、なんか随分何年かなっちゃうみたいですね、亡くなっちゃってね、その人の作品で。高島礼子が、こんな救助隊っていうのはね、本当結婚できないのに、結婚できないっていうのは何でか分かります？男は女が結婚してくれないから、女は男が結婚してくれないからなんですよ。もっといかんなきゃダメですよ、頭に来なきゃダメですよ、よっぽどね自分に自信なんかなくてもですよ、プライドをもう持たないと、まああのでっかい頭と、あのキノコ頭と、バッキービッキーと、ボッキーと、あとなんだっけな、なんだっけ、マルコメ味噌のコマーシャル、何味噌でしたっけ、あのなんかね味噌のコマーシャルのね、私は今7つの星感情で、私がプライド、プライドがなくちゃ本当にやってられませんよこれ本当によ。だって結婚できないっつうのは、男は女の人が結婚してくれないから、女は男が結婚してくれないから、だから生涯未婚で孤独死するんですよ。もっとフェミニズムなんかに怒りをぶつけなきゃダメですよ、バカでしょあんな学問、女と男が平等だって言って女の方をこう持ち上げようとする学問なんて、学問じゃねえよあんなのバーカ、フェミニストのバーカ、そやろがこの野郎が、人に暴力をやったら逮捕だし、暴力はいけませんから、平和主義ですから、私も戦後に生まれてね、平和主義を身につけさせられましたから、平和主義なんですけど、これ新聞叩きつけるしかないでしょ、これは面子と同じですよ、パッキと同じですよ、面子と、面子でしょこれ、面子でしょこれ、何やってんだよこれ。で高島礼子がなんかやっぱり
ね、太平洋戦争中の末期に、なんか不時着してしまった、男性外国人の兵隊を、助けてあげて、いい仲になっちゃったんですね。だからバカですね、その女優もね、なんかあれですもん、ヌード女優ですもん、やったのが、で外人もね、知らない外人ですもん。で兵隊がで、なんかで、兵隊がなんだかかをこれで、でなんか浴場のもつれで刺しちゃって、で今ボケちゃったっていうね。それでなんか夏柳功さんが亡くなる3年前に出てるんですね。だけどなんだか知んないけど、高島礼子が、離婚した佐藤二朗の新聞記者が、なんだかこれ佐藤二朗なんだか協力して、そのね、なんだかこう新しい婚約者がなんかね、なんかの店長が殺されちゃって、その事件がね、誰が犯人でどうにかかんたかっていうドラマだったようです。眠くなっちゃって分かんなくなっちゃいました。あのね、4日間の新聞読んだんです。まずね、17日、もう今年もね、農産物の気候変動でね、なんか米ぶどう、梨、トマト、みかん、菊類、いちご、豆類、柿、ネギの順でね、影響があるっていう、こう害虫がね発生しちゃったり、まあいろんな面でね、暑さもね6月にあります、あとね、これね、そうそう、泉代表ね、立憲民主党、なんで岸田総理がね、原発4基起動っつーのを会見で正々堂々と喋ったのに反対しろよこらーですよ。何人いるんだ野党は。山本太郎もね、他のこと勉強しすぎ、原発だけでよかったんだあの人。で新聞記者のバカなのも、当時2011年代に山本太郎が初めて、選挙で合格した頃に、あなた原発問題だけでやるんですかって、原発問題だけでよかったんだよ本当に。みんな注意を分散しちゃったから、今原発再稼働されちゃってるじゃない、10基近くね、この一気に 4基やるっつうんですから。これ茨城の東海第二原発に来たらどうしてくれんだっつうんですか。東京まで放射能来ますよ。福井や鹿児島のがいいんじゃないですか。福井や鹿児島だったらね、東京も茨城も来ませんからね。福井や鹿児島だけあれですよ、原発集中させちゃいなさいよ。福井と鹿児島だけもうやってんですから。だって茨城に来させんじゃねえよ。放射能で、あれですよ、未婚で、孤独死どころじゃないですよ、人類絶滅ですよ、遺伝子崩壊するんですから。理科も勉強したことないんですか。理科で勉強しないんですか。はあ、やってらんねえよな。いろいろあるけど、あとサイバーテロの脅威って言いますけど、このアノニマスでしたっけ、素晴らしいです。カナダの、不倫会社、あれを1回みんな暴露しましたけど、もうみんな暴露してください。もう2回も3回も4回も5回もずっとやってください。毎日不倫してるバカは、全部ね、公開していいですから、警察も黙認してください。あとね、何が村上春樹の植物詩すき焼きレンコンがレイコだってわ、ね、単なるシャレじゃないですかね、こんなのね。俺でもできるよ、シャレ、ダジャレだったら。グーとグーあいこでおあいことかね、わけわかる、わかめ、わけわかめかつおたら、雨降ってきちゃいましたけどね、もう雨の中ね、私はちょっと雷がちょっと私に天罰を与えるかもしれませんけど、あ、本当に雷が今鳴りました。怖い、ちょっと怖い。あ、同い年の死んじゃった西村健太、雨滴は続くなんですけど、ここに読書欄書いてありますけど、ダメですね、デリヘルとか言っちゃダメですよ、この人は残念ながらね、性的にダメでしたね、西村は最後までね。俺が
仇討ちしてやる、お前ができなかったことやってやる、あのデリヘルとかソープとかアダルトビデオとかノーバーシャブシャブとかノーバーキサとか、うんと枕営業とか、喜び組とか全部やめろ、女の人がかわいそうじゃないですか、女の人が、うん、で女の人が金稼いで不特定の人と、性行為して金稼ぐっていうのは売買春って言って売買金ですから、まあちょっと分かんなくなっちゃったんでちょっともうちょっと本当はもっとね言いたいことあったんですけど、あれですよ、もうね BA.5 オミクロン株の新型、もう非常にこのとんでもないことになってるのに行動制限なし、恐ろしいじゃないですかこれ、ね、恐ろしい。ほら中越沖地震15年、刈羽崎刈羽原発の今とかね、これ不十分な対策露呈とか書いてありますけど、これはあれですよ、あれ新潟かどっか分かんないですけど、石川かどっかあっちの方ですよね、裏日本の方でしょうけど、これはねこういう方に原発を持ってきたくない、再稼働させたくないっていういい作戦です。ぜひ茨城もね、ぶっ壊れてますから、茨城には来させるな、再稼働。福井か鹿児島県どうぞ、いくらあなたたち金持ちだってもいいんで、鹿児島やね、ああいう福井だったらね、茨城とか東京にはね来ませんから、放射能が。福島だったらね来ちゃいましたから、常磐線沿いとかね、柏とかね松戸とかね茨城にも来ちゃいましたから、放射能ね、タケノコ食えませんでしたから1年か2年。あとね、なんかあったんですよこれね。これ見てください。私はねこれだと思うんですよ。これじゃじゃーん、これが目に入らぬか、これですよ、これですよ、これだよ、これやっぱり遠野英二郎と横内忠と里見光太郎ですよ、これだよ、これ This is a pen、 ペンパイナッパーポペン、これですよ、これですよ、これ。これですよ。三脚壊しちゃいましたよ。ブレちゃいますよ、これ。どうするんだよ。シャーイン。ウィーン。あ、怒っちゃったよ。国内感染10万人超だっていうのに、第7波が始まってて、これ死者も増えてて、もうこれどんどんね圧迫されてるのに、現場はもう混乱してるっていうのに、行動制限なしで、京都の祇園なんか何ですかこれ、新聞は出さないけどテレビとかは、人だらけですよこれ、密どころかないですよ、3密どころじゃないですよ、六原短大密じゃなくて、無限大密じゃなくて、軽密じゃなくて、無限対数密じゃなくて、何ですか、軽が分かんない。小学校の頃はね、そういうの面白くてね、覚えようとしたんですよね。10年も10年も5校の筋切れ、会社社員の海を待つ、風来待つ、暗い待つ、風来待つ、組んでるところに住むところ、パイポパイポパイポの修理が修理がの、グイザイのグメンザで、組んでるところに住むところ、ヤブラ工事、ムラ工事、パイポパイポパイポの修理が修理がの、ポンポコピーのポンポコナーの長介の、今ね、スリランカの大統領が逃亡しちゃってるそうなんですね、これね。これね、経済問題でね、これね、これね、なんだこれ、冷たいスープが人気だそうですね。BA.5 は広がりやすさがもう最高潮なんですね。だから、これ男女平等にするんだったら、女性を弱くすれば男女平等になりますから。で、このスイスのシンクタンク世界経済フォーラムって何なんですか、これ。
正しいんですか、ここは、ここの組織は。なんで茨城県はあのいい県いつも47位なんですか。なんで渋谷区の会社でしたっけ。そこの会社正しいんですか。へえ、正しいんですか。はあ、へえ、これですよ、これぶったたいても許されるんですよ、人間は。これは勝てばヒーローなんですよ。いよかいよかマスク氏、イーロンマスク、イーロンマスク。あ、鼻水が出てつらい。私ね、心にもないこと言っちゃうと鼻水が出るんですよ。あ、辛い。あ、辛い。なんだこれ。辛いよ。なんだこれ。これね、これ神様がね、霞ヶ浦にこれ灰をまくって、だってこれは沈殿していいんでしょうかね、もしかしてね、科学的に見ると ね、お、これね、フラガールの人には申し訳ないですけど、フラガールでこう初舞台をね、あの踏んだって、このなんかね、ちょっとあの三輪明宏みたいなね格好して、本当素晴らしい夢を叶えて、こういう純粋さがあるんですよ、日本の女性は。大したもんです。さすが、あの私もね、2011年に応援に行きましたけども、フラフープ、フラガール、あら、これもね、もう順番もめちゃくちゃになっちゃいました。7月15日じゃないですもん、今頃国葬問題がなんだかってね。で、ワクチンが4回目拡大するっていうのはありがたいですけど、行動制限求めないって、もうね、なんでかこのボケた顔は、この K 総理ですか、 K 総理、本当にですね、わかるでしょこれ。あとで、野党の党首は誰も批判しないですから、これ3日も経ってるのに、3日か2日かわかんないですけど、遅すぎる。これで問題なんでしょう、これコロナ感染拡大加速なのにね、行動制限求めず。そんで、あの冬なんか何が起こるか分かんないのに、なんかね、温暖化にかも分かんないのに、なんか水力とか風力とか地熱とかで大発明が、アメリカかソ連か、ロシアか北朝鮮か分かんないですね、どこから出るかね、出るかもしれないのに、中国からね。そんなのにね、原発4稼働順番が違うでしょこれ。何言ってんですかね。ほらパナソニックなんか、ほら米じゃねえよ、アメリカだよ、わざとだって、わざとらしいですよ。わざとじゃダメですから、本気で言わなきゃダメですよ。米は米なんですよこれ。アメリカにエレクトルビークルですよね、 EV 電池新工場ね。だから茨城新聞のいいところは、こういう正しいことも半分書いてあるところ。これ学校に行きたくない人は行かなくてもいいです。その学校にみんなで押し寄せて、その家で授業してください。そうすればいいんです、解決です。お父さんもお母さんも一緒にその、息子さんと、授業を受けてください。それで、学校なんちゅうのは消滅して、引きこもってる苦しんでる人の、お家が学校になります。大体ね、俺は嫌だよ。俺はこんな日本人なんか付き合いたくもないんで、こんなバカな国ね、福島の原発事故があって苦しんでる人がいっぱいいるのに、原発4基稼働なんていう、こんな日本人なんていうのとは一人も付き合いたくないから。ただ嫁さんだけは欲しいのに、誰もね、結婚してくれた人はいたんですけど、ダメだなっちゃってね。あ、鼻水です。誰も結婚してくれないですもん。あとは告白だけじゃ無理、見合いとか知人の紹介がなきゃ人間無理。そんなね、スケベなね、とっかいひっかいして
あの略奪してる男や女みたいな、何、チンポコと、なんかこの 穴の広い男や女だけじゃないですよ、人間は。ナイーブな人間がいっぱいいるんだ。だから、告白だけじゃダメ、AKB とかおにゃんこクラブの作詞家じゃダメ、見合いや知人の紹介 で60歳と40歳を結婚させましょう。そうすれば子供はできます。で、旦那早く死んでも、子供食堂とか、シングルマザー優遇措置で、そっちの方がよっぽどいいです。だから、結婚は20歳から25歳くらい違っててもいいです。で、昔はね、3世代同居でじいさんばあさんが、孫を育ててくれましたから。で、父ちゃん母ちゃんは、家ほっぽり出して、一生懸命2人で行商したり、いろんな作業してても、子供はすくすくとじいさんばあさんのおかげで育ちましたから。段階がね、階段を死刑階段14階とかね、14階段とかね、四谷階段とかね、なんかね、だってこう信じられないことは起こるんでしょ。これ絶滅の何ですか、これ琵琶湖で、残念ながら琵琶湖があるために霞ヶ浦は2ですけど、いや別に全残念でも何でもないんですけどね。だから茨城県霞ヶ浦があるから、まあ、橋はありますけどね。だからぐるーっと回るしかない、まあ、橋がありますけど、まあ、キーロネクイハムシ、キーロネクイハムシ、キーロネクイハムシ、キーイロネクイハムシ、ちょっとわざとらしいんで。だから60年ぶりに発見された。で、このね、1匹だけいるわけないですから、やっぱりね、しぶとく、もう人間の目なんか、もう人間に見つからなかったから生き延びたんですよ。まあそういうことで、まあね、こんな風にね、岸田総理がバカなことやってると、国民の一人である私までバカになって、で生涯結婚もできず孤独死ですよ。からフェミニストのせいで、本当にね、フェミニストこそ私孤独死寸前のね、時に訴えますよ。本当に自分で弁護やりますよ。弁護、無免許だっていいんですよ、弁護は。自分のもんだったら